会社をサボって食べる笹は最高だな。抵抗ペンギン。生物が死ぬ前に取る行動とは。なんだこの猫、もしかして食べ物をねだってるの。ダメダメ、これは僕の笹なんだ。野良猫になんてあげられないね。シッシッ、あっち行け。しつこいな。わかったよ、もう。笹は独り占めしたいからあげられないけど、肉まんでいっか。ほら、せっかくのサボりタイムに水を刺されちゃったな。そろそろ会社戻ろっと。お疲れ様です。なんだ、どこで何やってたんだ。公園でサボってた。悪びれもせず言うな。なんで猫が会社にいるんだ。こいつさっきの猫だ。僕の後をつけてきたんだな。外に放り出してくれ。なんかこんなこと前にもあったよ。ただいま。おかえり。放り出したんじゃなかったのか。え、こいつまたついてきたの。ちょっと、そんなところでゴロゴロされると仕事できないじゃん。仕事なんていつもしてないだろ。ここにいられるとソシャゲもできないでしょ。とにかくまた追い出してくる。なんだよもう。どうやら相当パンダに懐いてるみたいだな。何か思い当たる節はあるか。ご飯をねだってきたからあげたことくらいしか。間違いなくそれだな。まったく、飼うつもりもないのに餌をあげるなんてよくないぞ。 だってだってじゃない、今すぐ元いた公園に戻してこい。分かったよ。さあ行こう。おい、言うこと聞いてよ。なんだかかわいそうです。その気持ちもわかるが、最後まで責任を持って面倒を見れるのか。それは僕は別に。こんな猫ならせめて次の飼い主が見つかるまで置いておくことはできませんか。ペギン、俺からも頼む。何、お前も猫好きなの。職場に癒しがあるとみんなの士気が上がるだろう。そうすればもっと仕事を頑張って会社の売り上げが伸びるはずだ。お前が言うとなんか違うな。俺は上司だぞ。上司が言うことは絶対だ。その猫を置いてやれ。わかったな。仕方ないが、ちゃんと面倒見るんだぞ。やった、よかったですね、パンダさん。え、いや、僕は…パンダ。警察に届けを出しましたし、病院にも連れて行きました。こいつ14歳くらいだってさ、思春期真っ盛りだね。いや、14歳の猫は人間でいう70歳くらいだ。え、そんなに高齢だと、引き取り手を見つけるのにも苦労するかもな。そんな…僕の次くらいには可愛いのにね。ふにゃ、あれ、どうしたの。にゃ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 、ふにゃん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 。あー、貴重なフィギュアやらコレクションやらか。やっぱり可愛くないよこいつ。目がうつろ。ふにゃんふにゃん。それそれ、パンダさん、なんだかんだ猫のこと可愛がってますよね。 あれどうした。この猫目の焦点が合わないんだよね。目が悪いのかな。高齢だから視力が落ちているのかもな。それかゲームのやりすぎかな。お前と一緒にするな。ご飯を食べなくなる。そういえばご飯は何をあげればいいんだろう。高齢の猫のために作られたシニアフードがいいだろう。消化がよく栄養素も多く含んでいる。なるほどね。はい、お食べ。あれ、食べないよ。僕が公園で肉まんをあげた時はガツガツ食べてたのにな。もしかしたらシニアフードよりジャンクフードが好きなのかもしれませんね。ペットは飼い主に似るって言いますし。パンダが二人になるとか最悪だ。たくさん甘えてくる。今日はいつも以上に忙しいな。仕事をやってもやっても減りませんね。くそ、さすがの僕でもペンギンに押し付けきれなかったよ。押し付けることを前提にするな。つらい。今はそれどころじゃ。にゃにゃー、もう最近妙に甘えん坊で困るよ。にゃにゃ
いい加減にしてよ。今忙しいんだからあっち行って。甘えん坊になった。もしかして。姿を消す。おはよう。あれ、猫は？パンダさんが早く来て散歩にでも連れて行ったのかと思ってましたけど。犬か。いやいや、そんなわけないでしょう。僕ギリギリまで寝てたもん。え、じゃあどうしていないんでしょう。どこかに隠れてるんじゃない？どこだどこだ。パンダさんってば、最初は乗り気じゃなかったのに、いなくなったら寂しいんですね。え、そんなことないよ。書類もめちゃくちゃにするし、コップも倒すし、いないならいないでせいせいしたよ。ペンギン、ごめん、ちょっと外出てくるね。ああ。おーい、おーい。どこにもいない。いたか。ペンギンも探してくれるの？ペンギン？猫は高齢になって弱ると、誰もいないところで回復を図るんだ。なんだ、じゃあ回復したら帰ってくるんだね。ただそうやって姿を隠している間に亡くなってしまうことも珍しいことじゃない。たくさん甘えてくるのも、ご飯を食べなくなるのも、猫が死の前に見せる行動なんだ。そんな、僕そんなこと知らずに甘えてきたあいつを邪険にしちゃったよ。どうしよう、ペンギン。とにかく今は探そう。それから毎日あいつを探したけれど、見つかることはなかった。猫がいなくなって3ヶ月後。パンダ、年末の大掃除なんだから、不要なものはどんどん捨てろよ。ちぇ、わかったよ。あいつと遊んだ猫じゃらしだ。懐かしい、ね、パンダさん。一緒にいる間、もっとたくさん遊んであげればよかったな。その猫じゃらし、どうするんだ。やっぱり捨てなきゃダメだよね。大掃除だもん。それはゴミじゃない。お前と猫の思い出の品だろ。捨てる必要はないんじゃないか。ペンギン、もし持っているのが辛いなら、俺が預かっておいてもいい。ちゃんと自分で持っておくよ。そうか。お前らしっかり大掃除やってるか。そういうお前はちゃんとやってるのか。俺は調子だぞ。大掃除なんてする必要ない。なっ。なんだかいろんなことを思い出しちゃったな。ペンギンが思い出とか言うから。おやすみ。その日、僕は夢を見た。僕の腕の中にはふわふわとしたあの猫がいて、思い出の猫じゃらしでたくさん遊んだ。アサ、さっきの夢？あいつもしかして僕に会いに来てくれたのかな。よし、今日も頑張ろう。ペンギンって命を奪いたいって思うほど誰かを強く恨んだことってある？あるぞ。ちなみに誰？お前。え？次回、殺した人数が可視化されるとどうなるのか。さっきのは嘘だ。よかった。本当はパンダと上司。全然よくなかった。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。